一つの魂として前世で存在していた存在が、現世で二つの別々の魂、つまり、ツインレイと呼ばれる存在に分かれた場合、彼らは、魂の伴侶とされています。ツインレイ同士が自分たちがツインレイであることに気づき、その過程で起こる出来事は覚醒と呼ばれます。最終的な目標は、再び二つの魂が統合し、一つになることです。しかしながら、統合期に、特にツインレイの男性には、難しい試練や、精神的な困難が発生することがあります。その試練とツインレイ男性が、精神的に崩壊することについて説明しましょう。1. 魂を成長させるための試練。ツインレイ男性は、魂の成長を促進するための試練に直面します。これは、魂の深層にアクセスし、精神的な成熟を達成する機会です。試練はしばしば精神的、感情的、あるいは物理的な困難を伴います。これは、ツインレイ男性が自分自身と向き合い、内面の力を開発し、魂の進化を進める手助けとなります。試練は、その男性の個別の成長に合わせて設計され、彼の魂がより、高次元の存在へと進化するための、ユニークな経験となります。魂の成長は、統合と、最終的な調和に向かう過程の一部であり、その過程を共に歩む、ツインレイ女性との結びつきを深めます。2. 価値観を捨てさせるための試練。ツインレイ男性は、自己の価値観や固定観念を超越するための試練に直面します。これは、彼らがより高い意識のレベルに到達し、統合の準備を整えるのに役立ちます。ツインレイ男性は、過去の経験や信念、社会的期待に縛られず、新たな愛と結びつきを受け入れる柔軟性を開発する必要があります。この試練はしばしば苦痛と不安を伴いますが、それは彼らが古い価値観や制約を捨て、愛と調和を実現するための過程の一部です。ツインレイの統合は、新たな価値観と新しい愛の次元に到達するための旅であり、試練はその道のりを照らす灯台のような存在となります。3. 無償の愛情に気づくための試練。無償の愛情はツインレイの統合に不可欠です。ツインレイ男性は、この試練を通じて、愛に対する新たな洞察を得ます。自己中心的な感情や欲望を超越し、他者への無償の愛情を実践することが求められます。試練は、ツインレイ男性が愛に対する新たな理解を深め、無償の愛情が統合の基盤となることを理解するのに役立ちます。この試練は、しばしば愛情と痛みを結びつけ、自己犠牲と他者への奉仕の意味を浸透させます。ツインレイの統合は、無償の愛情に基づき、互いを完全に受け入れる過程であり、試練はその過程の一部として、奥深い愛情への覚醒を支えます。4. 執着を捨てて、自立するための試練。ツインレイ男性は、執着を捨て、自立するための試練に直面します。この試練は、個別の成長と、統合の進行において重要なステップです。多くの場合、ツインレイ関係は、深い情熱と絆に支えられており、その中で、執着が生じることがあります。執着は愛情にとって障害となり、自己成長の妨げとなることがあります。この試練は、ツインレイ男性に、自己完結型の愛情と幸福を見つける力を養うことを促します。彼らは、相手から独立し、自分自身に安定感を見出す必要があります。このプロセスを通じて、執着を超え、無償の愛情を実践できるようになります。試練は、
彼らに個別の魂の成長と統合への準備を整える手助けをし、最終的な結びつきを強化します。5. 人生の断捨離をするための試練。ツインレイ男性は、人生の断捨離を行うための試練にも直面することがあります。これは、物質的な執着や過去の経験からの解放を促進します。人生の断捨離は、彼らが過去を手放し、新しい統合の可能性を受け入れる準備を整える重要なステップです。この試練は、しばしば物質的な豊かさや外部の要因への依存を克服し、内面の豊かさと平和を見つけることを目指します。ツインレイ男性は、物事を単純化し、本質的なものに焦点を当てる能力を開発する必要があります。試練は、物質的な豊かさにこだわらず、愛情と精神的な成長に注力する準備を支援します。6. ハイヤーセルフに課せられた試練。最後に、ツインレイ男性は、自分のハイヤーセルフ、高次元の自己に課せられた試練に直面することがあります。ハイヤーセルフは、魂の進化と成長に導く、同質的存在であり、試練を通じて個別のツインレイの成長を指導します。これは、より高次元の存在からの愛とサポートを受け取る機会です。試練は、ツインレイ男性が、魂の目的と使命を理解し、高次元の存在との結びつきを強化するのに役立ちます。彼らは、自分のハイヤーセルフからの指導に従い、愛と調和の新たな次元に到達するための過程を進めます。この試練は、自己覚醒と魂の使命へのアクセスを可能にし、統合の準備を整えます。ツインレイ統合の最終ステップとなる統合期では、男女が一つの存在として、魂レベルで調和を深めていくことになります。統合期の前兆として、男性側にどのような変化が現れるのでしょう。ここからは、統合期に起こる、ツインレイ男性の精神破壊について解説します。1. 価値観の崩壊。統合期において、ツインレイ男性は、自身の価値観や信念に疑念を抱くことがあります。これまでの人生や信じてきたことが一変し、新たな理解と洞察が生まれます。この価値観の崩壊は、精神的な混乱を引き起こすことがあり、彼らは、自分自身と向き合う必要があります。2. 自信をなくす。統合期において、ツインレイ男性は自己イメージや自己評価に疑念を抱くことがあり、自信を失うことがあります。これは、新たな自己の発見や変容に伴うもので、彼らは自身を再評価し、受け入れる必要があります。自信の喪失は、一時的なものであり、新たな自己像を構築するための過程の一部です。3. 強い孤独感。統合期において、ツインレイ男性は、強い孤独感に襲われることがあります。この孤独感は、ツインレイとの物理的な距離や、絶えず変化する感情に起因しています。彼らは、他人とは異なる体験を共有し、理解者や支えが限られているため、孤独感が生じることがあります。この孤独感は、魂の成長と統合の過程において、克服しなければならない試練の一部です。4. 別の人格を認識。自分の中に別の人格が存在しているような感覚を認識することが挙げられます。具体的には、これまで思いもつかなかった考えを思いついたり、感じることがなかった感情が湧き上がってくることがあるでしょう。これはツインレイの女性の魂とつながっていくためで、女性の考え方感性を共有することになっていきます。なお、自分の中に突然もう一人の人格が現れるので、戸惑ってしまいますが、
その人格は自分と同じ魂であった。ツインレイ女性の魂のために、時間の経過とともに順応していくことでしょう。5. 心身のアンバランス。統合する男性は、心身に不調を覚える経験もしていきます。原因不明の頭痛、倦怠感、風邪の症状から、一時的なネガティブマインドで感情が不安定になることも、特に精神面が顕著になっていくために、ツインレイ統合期の男性は、精神崩壊する可能性もあるのです。男性は、本来女性より、スピリチュアル的な覚醒が遅くて、ツインレイ統合に対する順応性も遅い傾向があります。しかし、ツインレイ女性が、この不調を支えていってくれるので、かなり緩和されていくことになるでしょう。ツインレイ女性が統合前に苦しんでいるツインレイ男性にしてあげられることは主に3つです。ポイントは、積極的に助けてあげようとせず、ツインレイ男性の成長のために静かに支えてあげることです。苦しむツインレイ男性の力になりたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。1.執着を手放して自立するツインレイ男性が精神的に崩壊する主な原因の一つは相手に対する過度な執着や依存です。助ける方法の一つは彼らに対して執着を手放すことを促すことです。自己肯定感を高め自己価値観を持つことが重要です。これには自己愛の養成、自己発見、自己需要が含まれます。ツインレイ男性は、自分自身を愛し、自分自身を支える方法を学び、相手への執着から解放されることが、精神的回復の第一歩です。2. ツインレイ男性を信じる。ツインレイ男性が精神的に苦しんでいるとき、彼らを信じ、支えることが非常に重要です。彼らの経験や感情を尊重し、共感することは、回復の過程を支援するのに役立ちます。また、ツインレイ男性が自己発見と、成長を遂げる過程で、彼らが、自分の内なる力と、統合への道を見つけるのを助けます。彼らが孤独感や不安に苦しんでいる場合でも、ツインレイとして、彼らのそばにいることで、共感と信頼を築き、彼らを支えることができます。3. そばにいて見守ってあげる。ツインレイ男性が精神的に崩壊しているとき、その状態を理解し、彼らのそばにいて、支えることが大切です。助けになる最善の方法は、彼らを一人にさせずに、感情や経験を共有し、理解しようとすることです。ツインレイ同士の強い絆があるため、互いに感じることができ、その共感とサポートが回復の一助となります。4. ツインレイ男性が離れてしまっても追わない。ツインレイ男性が精神的に崩壊している場合、彼らはしばしば孤独や遠ざかりたいと感じることがあります。この時、女性側が彼らを追わないことが重要です。彼らに距離を与え、自分自身を取り戻す時間と空間を提供することが精神的回復に寄与します。追いかけたり押し付けないことは、彼らの自己成長と統合への道を助けることになります。以上、ツインレイ男性の精神崩壊は、彼らの魂の成長と統合の過程の一部であり、時間と理解を持って支えることが重要です。助けの手を差し伸べ、共にこの困難な旅を歩むことで、彼らは内なる強さを取り戻し、統合を達成するでしょう。